高村幸運最郷高森蔵、高村幸運から1934年10月10日は、日本の仏師、彫刻家。陽名は密造。高村幸太郎は、長男、高村豊地川は三男。写真家の高村忠は孫。江戸下屋に、町人、天吉の子として生まれる。1863年から、仏師の高村氏ののめのもとに徒弟となる。 あとに、篠の目の姉、越の養子となり、高村生となる。明治一新以後は、廃物希釈運動の影響で、物資としての仕事はなく、輸出用の造下彫刻が流行したために木彫りも衰え、幸運自身の生活も苦しかった。そのような中で幸運は木彫に専念、積極的に西洋美術を学び、衰退しかけていた木彫りを写実主義を取り入れることで、 復活させ、江戸時代までの木彫技術の伝統を近代につなげる重要な役割を果たした。1889年から東京美術学校に勤務、翌年に彫刻家教授、同年10月2日、提出議原員に任せられる。1893年には、老園をシカゴ万博に出品。1900年には、サンデーカ森をパリ万博に出品。 1926年に東京美術学校を退職し、名誉教授。幸運の弟子には、山崎朝雲、山本随雲、舞原雲海、関の清雲など、近代日本彫刻を代表する彫刻家がいた。1934年死去、八82歳。重要文化財、老園。1893年祖先は、鳥取藩市、中島十左衛門とされる。 重罪門の孫の富五郎が生まれる前に、江戸で町人になっていたという、富五郎の息子が幸運の父、健吉。ありがとうございます。